ダストチャンネル。ダストです。本日紹介するのはこれだ。月刊コロコロ一番7月号の付録のベイブレードバースト超絶メタルボックスだ。イエーイ。みんなこれチェックしてた？これはベイブレードバーストのベイを入れる持ち運びできるボックスです。このね、持ち運びできるっていうのがミソだと思うんですよ。今までの持ち運びできるケースだと公式から出てる 3-on-3 のボックスがメインだったと思うんですけど、これね、ベイ1セット単位で持ち歩くのはいいんですけど、僕の場合こんな感じでレイヤーだけ入れたりしてるんですよ。レイヤーだけだったらまだいいです。例えばドライバーだけ持ち歩きたいとかだと、なんかね、ぐちゃっとしちゃう。これちなみにブラッディ・ロンギヌスとウィニング・バルキリーのレイヤーのみとアルティメット・リブート・ドライバーを入れてるんですけど、もうね、これ見て、このぐちゃっとした感じ、これね、すごい嫌だったんですよ。こっちはね、ちなみにこれはね、スプリガン・レクイエムの 0BBR。 まあ今まで僕はこんな感じで持ち歩いてたんですけど、今回の付録のこのボックスは整理整頓ができて、なおかつ持ち運びができるボックスなんです。これありがたいよね。じゃあね、いよいよこのボックス見ていこうと思います。実はね、もう作ってあって、完成した姿がじゃん、これがベイブレードバースト超絶メタルボックスです。じゃあじっくりどんなボックスか見ていきましょう。まず正面は大きく Z アキレスと主人公のアイガが乗っています。すごくかっこいい。では側面を一周見ていきましょう。まずここには月刊コロコロ一番のロゴ、ここはベイブレードバーストのロゴ、ここは超絶ベイが乗っています。ここもベイブレードバーストのロゴが乗っています。後ろ側、ここにはベイのバトルシーンが乗っています。 3-2-1 ゴーシュートと書いてますね。ちなみに大きさは 3-on-3 のボックスと比べるとこれぐらい、一回り大きいですね。側面もこちらの方が一回り大きいです。ではいよいよ中見てみましょう。 3-2-1 オープン。じゃん、中はこんな感じになっています。君の超絶カスタマイズベイをここにセット。ここにベイを3つ置くことができます。そしてこの引き出し、ちょっと出ちゃってますけど、本来はこの状態ですね。ここにも超絶ベイがたくさん乗っています。でここを引き出すとこんな感じで、レイヤーとディスクとフレーム、ドライバーを入れるところが出てくるんです。この間仕切りがあることでぐちゃぐちゃにならずに済みます。下段の横側はウィニングバルキリーが乗っています。後ろ側は無地、前部分の後ろ側には超絶というロゴが入っています。反対側の横側には Z アキレスが乗っています。下側はこんな感じ。では実際ベイ入れてみましょう。はい、実際中入れてみました。結構ね、入る。では中身がどうなったか見てみましょう。ではオープン。じゃ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 ん、こんな感じ。上段には組み上がったベイが3つ置けます。ただね、ポンと乗ってるだけなので角度つけるとこうやって落ちちゃいます。ただ蓋を閉めた状態でこんな感じで振っても中は大丈夫だから、開けた状態では振り回さない方がいいですね。では続いてこの下段行きましょう。じゃ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 ん、じゃん、こんな感じ。ここがレイヤー、ディスクとフレーム、ドライバーです。今レイヤーは3つ入ってますけど、どうだろう、頑張ればもう1個いけるかな。ちょっとエンペラーフォルネウス入れてみましょう。あ、ちょっと無理かな、これは3つぐらいですかね。ベイによっては4つ入るかもしれません。ここにはディスク4枚、フレーム取り付けてても大丈夫ですね。フレームとディスクは別々にしても入りそうです。ドライバーは今は 1,2,3,4,5 個入ってます。もうちょっと入りそうですね。あと2個ぐらいはいけそうです。ちなみにマキシマムガルーダもナイトメアロンギヌスもちょっと周りのベイにぶつかりますけど入ります。この辺がね、ちょっとぶつかっちゃうんですけど、ナイトメアロンギヌスだったら向きによってはこのようにぶつからないように置くこともできます。下段のレイヤー部分は
マキシマムガルーダはちゃんと入りますが、レイヤーの枚数はあんまり入んなくなります。ナイトメアロンギヌスもちゃんと入ります。これも K が大きい分レイヤーの入る枚数が減ると思います。ボックスの素材は厚紙なんですけど、かなり厚いので丈夫です。蓋閉めた状態であれば激しく振っても、まあここのベイ3つは先ほど見せましたけど、この中も壁を越えることなくそれぞれの場所にちゃんといてくれます。いや、これいいですね。 G4 大会に行くと人が多いのででっかいボックス持ち歩くと結構邪魔だし重いじゃないですか。そんな時にこれぐらいのサイズ感であれば気軽に持ち運べるのですごく重宝すると思います。ということで本日は月刊コロコロ1番7月号の付録であるベイブレードバースト超絶メタルボックスを紹介しました。もしこの動画面白いと思っていただいた方はコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。